皆さんおはようございます。2022年8月の25日衆議院議員の原口和弘です。いつもの公園に来ました。もうここに来るの久しぶりですね。毎日当たり前のようにトレーニングできてたのが、やっぱり一回怪我するとこんなことになるんですね。今一生懸命筋肉を戻してですね、そして体を絞ってと、この間あの野党、おっと、これ壊れてる、これ壊れてる、あぶねー、野党合同ヒアリングに出てた自分の姿を見て、なんかタヌキの丸まったみたいのを見てですね、もうガビーに来ましたね、本当に。で、まあ、今の政治状況をさっき足塚治虫さんのあのスペースに参加させていただいてですね、まあ、忌憚なくお話をさせていただきました。またあの木を見てあの参加させていただきたいと思います。本当皆さんありがとうございました。すごくねいいあのもう真摯なご質問、10人ぐらいでしたかね、本当にありがとうございました。そこで思ったのも、昨日から思ってることと、まあ、ここいらが潮時なんだなっていうのを、潮時、何かを引き上げる時でもあるし、何かをもう変える時でもあるし、何かと決別する時でもあると、それを強く思いますね。区切りをつけるっていうのはとっても大事なことですね。で、わけのわからんものにこう引きずられてエネルギーを失ってるとですね、どん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 あのやれることが少なくなっていきますからね。むしろ逆にそうじゃない、自分がその目標とするところに一直線にやっていくということがとっても大事だなっていうふうにあの思います。まあもうやってられないよと思って、皆さんもあの投げ出し時っていうのを考えてるんだっていう方が、まあ、おられましたけども、やってらんないっていう気持ちはね、それはもうよくわかります。あのマックス・ウェーバーの職業としての政治の一節をツイッターに載せときました。まあ、それでもと言える人間だけが天命としての政治改革者としての資格を持つんですよね。そのことはいつもあのなんていうかな、肝に銘じながら、もう投げ出しそうになる自分をですね抑えて、あのさっきスペースの中でも原口さん喧嘩があの下手ですねっていうことを言われて、確かにあの同じことを森優子さんから言われたっていうのを前もお話ししましたけど、あのみんながいい人だと思ってやってっから、そこであの後ろから鉄砲を撃たれてあのへばってるという状況がやっぱりあるんですよね。で、それをまあ20代だったらまだ分かりますけども、この年齢になってまで同じっていうのは、やっぱり亀井大臣がそのご著書のですね、永田町動物園の中で私を表しておっしゃってますが、一皮むける時が来たなって思いますね。ちょっと大胆に行動していこうと思いますんで、どうぞご期待をください。さて、昨日 もまたあの全数調査について、まあ、緊急避難的な措置として、それをあの重症化リスクの高い方、そういう方々にあの記録をですね、することを限ると、あとは数字だけだと、何かの基準を出すのかなと思っておりましたら、なんとそれも自治体に丸投げと。で、これは全数調査をそうやってなくして経過観察を外した時に何が起きるかということも、もうずっと言われてきましたですね。で、それを自治体に丸投げって、皆さん日本はカリフォルニアと同じぐらいの面積しかないんですよ。
もちろん自治の国ですからそれぞれの自治体が様々にやるのは結構ですけども、そもそもがですよ、あの自治体標準化法、これ2010年に私が提案して、あのどっかの知事もおっしゃってましたけども、 ICT の整備の遅れですよね。そのハーシスと電子カルテとの間のリンクのところですよね。それで余計な手間暇をかけさせてるにもかかわらず、そこの改善をっていうかと思ったらそうじゃなくて、どうぞ自治体であの緊急避難的にやるんだったら自治体の責任においてやってくださいと。それ命名にやったらどうなります？それを周知徹底するだけでまた時間かかるし大混乱起きますよ。ただでさえこの感染のですね爆発で1日300人近い方が亡くなって300人超える時もあるでしょう。本当にその人の命を何だと思ってんだと思いますね。だからこそこちら側がですねしっかりとチームを作って、やっぱりこう理想の政党っていうのは、そうですね、私がこれまでこう理想の政党を自分らがこう作ってきたっていうのの自覚があったのは民主党だけですね。民進党の時はもうちょっともうわけわかんなくなってましたし、その前の新進党はあの新人でとてもその自分が作ってるというか、そこにあのお世話自民党から出て参加させてもらってるっていう状況で、今の立憲民主党はまさにその枝野さんたちが作ったものですよね。でその原点のところも少しこう揺らぎが見えてくると、これはもうなかなか立っていけないということになってしまうんで、あの頑張って、それこそある意味で見切りをつけて、ある意味でこの潮時の潮をしっかりと受け止めてですね頑張っていきたいと思います。足塚治虫さんのスペース、あの録音されてたらぜひですねどっかであの YouTube にでも上げていただいて、私のところでもあのいただければありがたいですね。すごくいいスペースでした。で今後ですね、今レクチャーやってる、今日はあの松木さんたちと超党派の、今回安倍首相がこういう形で亡くなってですね暗殺をされて、そしてあのこういうもう悲劇が二度と起きないようにどうすればいいかっていうのを超党派の議員でですね、勉強会を作るっていうんで、今日その1回目のキックオフをやります。でその前後であの皆さんにお約束をしていたその不救護ですね、救護ができない状況、これに対する答えを役所の人たちとずっと議論をしていきます。そして、もう一つはオスプレイですね、CB オスプレイの前期停止をしながら MB オスプレイ、つまり海兵隊使用についてはまだ飛び続けてると。でもこれももうやめるべきだと思います。で防衛省を呼んでですね皆さんと議論をしたいと思います。防衛省の皆さんも国防ということで志を立てて仕事をされているわけです。ところがそれが国防どころか自衛隊員の命を脅かす、国民の命を脅かすなんてのは絶対あってはなりませんから、あのもうそこには政治の決断が必要なんですよね。いつまでも本当にあの古い役に立たないものをですね買い続けるっていうのはホーリーミリタリーセーブスやめるべきだと私は思います。それこそ右翼の人たち、そこなんで言わないかというと、まあ傀儡右翼だからでしょうね、言わない人たちはですよ、リベラルの人たちもなんでそこに触れないかと、それはまさに見せかけの人権派だ、人間の命がどうでもいいっていう人権派はあってはならんわけですからね。本当にただちょっと今年はあれですね、2番かなんでしょうねこれ。
バラのあれが小さいですね。じゃあこれで絵を閉じたいと思います。久々の氷川公園からでした。いや原発再稼働もあれもちょっとどうしてあそこまで暴走しますかね。ではごきげんよう、良い一日。新原発、つまりもう権力基盤が揺らいでるから言ってることやってることが極端になってくるんですよね。ではちょっとこれ花がほとんど終わって、これ自分の庭だったらこう摘心っていうか花がら摘みをしたいような状況ですね。じゃあごきげんよう、良い一日を。ありがとうございます。ぜひねこれをYouTube にもしてますんで、今 YouTube このコメントはまっすぐこうやってここでやってますけども、 YouTube のコメントも返事をしてますんで、よろしくシェアをお願いいたします。ではチェリーポニカですね、これうちにも植えてあります。ごきげんよう。そうですね、立憲主義を貫く、良い一日を。